は人生に影響を与えた本3選3選だね。はい、ツアーズストラ書く方にきね読んでますって。買ったきっかけは俺が好きな映画なんですよ。なんでだよ。なんでだよじゃないんだよ。はい、皆さんごきげんよう、しげガレージです。今日は人生に影響を与えた本3選3選だね。はい、しげの人生。あ、僕の人生。やっぱしげと言ったら本のイメージある人多いんじゃないですか。あ、そうですかね。やっぱり入団1年目読んでる本なんですかみたいなのを聞かれて、うんうん、ニーチェですみたいな。あ、ニーチェのね、哲学者。ツアーツストラ書く方にきね読んでますって言いましたね。それでもうニーチェ、ニーチェってメディア含め SNS で結構当時回った印象あるよ、ね、そうですか。オープン戦ぐらいの時だね。そう、シゲが全盛期かな。全盛期、全盛期、全盛期。入団最初の春のキャンプで迎えてますからね。そうだね、はい、当時の阿部選手、今、はい、阿部コーチね、コーチ、はい、シゲのことニーチェって。ああ、そうですね、ニーチェとかミニノスケとか当時、うん、安倍さんが知ってるぐらいなんかこうメディアに出たのかね、うん、まあ、読書はしますからね。どのぐらい読むの。あ、でもなんかそんな月にもう何十冊もとかじゃなくて、本当に気が向いた時とか遠征の時に、まあ、ロッカーでも読んでますし。ロッカーの雰囲気が分かんないからあれだ、うん、そんな雰囲気。いや、なんか携帯いじってる人もいれば雑談というか談笑してる人もいれば、お風呂入ってる人もいれば、もう自由なんで、ご飯食べてる人もいるし、自分の時間なんです。なるほど。バッグには常に入ってるの本。入ってます、入ってます。一冊ぐらい。あ、一冊ないし二冊。一冊読み切りの時もあるけど、今はこの本の気分じゃないなみたいな時もあるから。別ジャンルのやつを。そうそう、別、全然別ジャンルのやつを一冊ずつ置いといて、うん、その日の気分で読んだりするの。そう、本の中にも盛り上がりの部分とかさ、ちょっと自分の中であまりこう熱がないところに入ってくる時とかあるじゃん、うんうん、その時に一旦こっちでみたいな時もあるから。今日の撮影は、ね、はい、愛がカメラ回してやってますね、はい、ケンタ喋るけどね。横から愛撮ってって言うからやってるのに、すごい横から喋らしてくれ。喋らしてくれ、回させてくれよ。なぜ愛がカメラマンやってるかっていうのは後ほど理由が分かると思うんで。なるほど、はい、はい、じゃあ行きますか。はい、やりましょう。あ、また回しちゃった。まあ、第3戦の中の1冊目、うん、はい、はいはいはい。なんか英語なんですよね。あ、本当だ。あ、なんか漫画みたいになってるな。はい、スヌーピー。スヌーピーですね、うん、ピーナッツ。スヌーピーのイメージあるもんね。シゲ、シゲと言ったらスヌーピーだね。スヌーピー好きですからね。ね、飛行機ですね。フライングですね。戦闘機乗りっていうか、あの、まあ、セスナみたいなのに乗ってるスヌーピーのことをフライングエースって言うんですけど、うん、フライングエースがすごい好きで、そのスヌーピーのお話。これはフライングエースではない。ではないですけど、出てきますよ、その中にね。あ、そうなの。フライングエース、はい、これどういう本。まあ、もともとスヌーピーが好きで、英語を勉強するときにちょっとね、英字新聞もちょっと試したんだけど続かなかったんだよ。何かねえかなって探してたときに本屋さんでこれがあって、そしたら漫画というか、うん、そうですね、はい、4コマなの。4コマではない、全大文字で本当だ書いてあって、で、訳も書いてあるから日本語の。あ、本当だ。あ、本当だ、そういうことね。そう、だから分からなかったらここ読めばいい。はい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 。訳もこう直訳ではなくてフランクに訳してあるんで、うん、勉強のために読んでる。読んだのがきっかけ。なんかスヌーピーに似てるって言われたことがあって、スヌーピーっていいねと思ってたら、まあ、英語の勉強とともにこれを知って、どんどんなんかスヌーピーってどういう性格してるのかとか。知らないか。知らないでしょ。知らない、うん、なんかね、いろんなことを考えてる犬なの。そうなの。いや、知的っていうかね、なんかこういう、なんかこうまったりしてるイメージない。こういう体勢取ってる時はこうなんか物思いにふけてることが多い。そもそもスヌーピーで喋るの。喋るっていうか、チャーリー・ブラウンと会話はしないです。考えてるんです。あ、そういうことか。ワフとか言うけど、はいはいはい、なんていうの、ワフワフ
って言うけど、基本的にはこの文字は考えてることなの。考えてることがちょっと詩人チックだったり、ちょっとこう刺さるようなことを考えてたり、スヌーピーにちょっとのめり込んでいく要素の一つかなっていうのは。何歳ぐらいの話チゲはそれを買ったの？ああこれ大学生の時だね。大学生なんだ。そう、英語をちょっと勉強したいって思った時に、大学1年生の冬かな、池袋の純駆動で。おお、大きいとこね。大きいとこ、うん、その一巻はスヌーピーとチャーリー・ブラウンと会うエピソード0みたいなのってこと？全然思ってないけど。じゃあ第1話いきましょうか。出会うとかじゃないわ。まず全然スヌーピー、あ、出てきた。あ、いや、教えて。じゃないの。それがどうシゲの人生に影響を及ぼしたんだろう。英語を深く勉強していく中できっかけになった本。へえ、なるほどね、はい、さっきも言いましたけど、スヌーピーが深いことを言うんですよ。言うっていうか考えるんですよ。刺さるというか、うん、その時の自分にこう照らし合わせたりして、もうちょっと頑張ろうかなとかって思ったりすることが多々あった当時。うん、私の名前はじゃないか、なし。全然出てこないのよ。I have a pen みたいなこと。眠いじゃん。人生を変えるターニングポイントの3冊のうちの2冊目。ちょっと 何回も話してもらいますけど、人生を変えたっていうよりかは印象に残ってる本3選ですね。人生で読んだ本の中で印象に残ってる本。うん。人生に影響を与えたっていうことにしようよ。だってそれなんかこういうこれを読んでこの時こうでこうなったみたいなところが持ってたらええやんそれ。はい、それはそれでええやん。じゃあ人生に食べちゃうから。じゃあ人生に影響はい、人生に影響を与えた本3選のうちのもう一つ、2つ目っていうかもう一つ、2冊目ね。あ、2冊目これはね、知ってる人あんまいないかもしれない。ジェーン・オースティンさんっていう人の説得っていう。説得？俺知らないよ、はい、うん、これはね、内容としては19世紀の貴族の女性が愛する人と家庭の事情とかいろいろありまして別れるんです。好きなんだけど、うんうん、後に8年後かだったかな、再会していろんなすれ違いを経て、結末はちょっと読んでみてもお楽しみということにさせてもらいたいんですけど、すれ違いの中での大人な恋愛もの。恋愛ものなんだ。恋愛ものなんです。へえ、はい、これなんで買ったの？ああ、よくぞ聞いてくれましたよ。そこなんですよ。これを買ったきっかけは俺が好きな映画なんですよ。はいはいはい、はい、ワイルドスピードだ。ああ、近い。近いの？近いけど違う。マトリックスとかさ、スピードとかでさ有名なキアヌ・リーブスさん、うんうん、好きなんですよ、うん、キアヌ・リーブスさんとサンドラ・ブロックさんが出てるイルマーレっていうね映画があるんです、うん、キアヌ・リーブス演じるアレックスっていう男性と、うん、サンドラ・ブロック演じるケイトっていう女性がいるんですけど、うんうん、これもね、すれ違いなんですよ。時が違う年代に住んでる2人の話で、うん、でも同じ家に住んでるの、うんうんうん、時代が違うだけで、はい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 、ある時自分宛に来た手紙を読んで何か辻褄が合わない、これ間違ってますよって返すの、うん、したら返信が来てやり取りが始まる。繋がって惹かれ合うんだけど気づくの、違う時代に進んでることも。で会えないって気づくの、そのやり取りの中でってことね。やり取りの中で会えないからもう私を探すのをやめてってケイトが言うの、アレックスに、うん、まあ、結末はこれもちょっと見てからの楽しみということなんですけど、はい、そういうすれ違いの映画なの、うん、その劇中に出てくる本がこれで。あ、そういうことね。そうで、劇中の話とジェーン・オースティンの説得が絡んでたり、なんかこう、うんうんうん、あるんじゃねえかみたいな思って読んでみたっていうのがきっかけ、うん、へえ。あ、じゃあ映画の中ではその説得については別に語られないんだ。全然語られない。実際にある本を使ってちゃんとその本だって分かるところを映して、うん、意味深に感じるよね。え、そうでしょ、うん、俺はそのイルマーレっていう映画がすごい好きなの。じゃあそこに出てくる説得っていう本は
イルマーレを作った作者に何か影響を与えてんじゃねえかみたいなと思って読んだ、うん、で結果その伏線みたいなのは影響を与えてんじゃねえかって思って読んだ結果、確かにすれ違いとかっていう部分では似てる部分あるかもしれないけど、その映画と小説の話の流れとかっていうのは関係ないかなって思う。複雑なところあったりするから、そこまで僕もこう読解してるわけじゃないかもしれないから、うん、何とも言えないですけど、でもその本自体は面白い。面白くないんかい。え、うーんじゃない。人生に影響を与えた映画の話してるよ。いやだからそうなの、そうなの、そうなのじゃない、そうなの、それじゃダメだよ。本をいくつか見てきてとかって僕と話してる。使えないよ全然。人生に影響を与えた本を持ってきてって言ってんの。実は面白くないんだよねとか言って、映画が面白くてキアヌ・リーブスとサムドナ・ブロックがこう一番熱くて、本の話をもうペラペラや。そうなんだよ、そうなんだよ、そうなんだよ。じゃあ俺が好きなのは今までなんだよ。そのエピソードを話したくて選んできたでしょ、その本。そうだよ、そうだよ、じゃない。そうなんだよ、ダメなんだよ。なんでだよ、なんでだよじゃないんだよ。ダメなんだよ。じゃあその説得自体にはそんなに思い出はないんだ。ない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 じゃない。あれイルマーレの紹介がしたいって話。そう、そういうこと。イルマーレがじゃあみんな見てほしい。見てほしい。ちっちゃいことしてますよ、もう。全然タイトルと違うことするじゃん。もういいよ、次行きましょうよ。もう次は頼むよ。本命？次本命？ああ、そうだね。あ、オッケーオッケーオッケー。これなんですか？これはですね、何にも書いてないで。あ、神の小屋。はい。日本の？あ、じゃない。あ、違います。アメリカです。ウィリアム・ポール・ヤング。はい、うん、プロ入団してキャンプに持ってった一冊なんですよ。はいはいはい、ニーチェと共に。僕結構この本を買いに行って本屋さん行くとかじゃないんですよ。本屋さん行って良さそうなの見つけたら買うみたいな、全米ミリオンヒットみたいなの書いてあって気になった。内容としては家族を持ってる男性がいてキャンプかな、川に行くんですよ、娘さんを連れて、うん、そしたら連続殺人犯に娘さんが襲われてしまうんですよ、はい、で娘さんを失ってしまうと、で絶望の淵にいると、うん、ある時変な手紙が届いてですね、心をえぐられるような気持ちもある中で何かこう手がかりをつかめるんじゃないかっていう気持ちで娘さんが消えてしまったというか、うん、手がかりがあるであろう場所に行くんです、うん、したら3人の神に出会うんですよ。はいはいはい、はい、これはちょっとセンシティブというか難しい話ではあると思うんですよ。宗教の話がかなり深く関わってくる内容でして、うん、僕も無宗教なので、うん、キリスト教がどうとかってまあ詳しくないですし、読んでいく中で誤解というかね、ちゃんと理解できてない部分も多々あると思うんですけど、テーマとしては許し、うん、あ、ミステリーじゃないんだ。最終的には神と出会って殺人犯がいるわけじゃん、腹渡に繰り返るじゃないですけど、こうどこにも行かないようなこう気持ちがあるわけじゃん、うんうん、そこを3人の神がいるんだけど、うん、いろんな宗教の神ですから違う視点でいろんなことを言ってくるわけ、うん、父親のね主人公が変わっていくというか、許しとは何かみたいなところに触れていく本なんですよ。それぞれの神が助言してくれるみたいな感じよ、はい、許しについて考えていくというか、それぞれの思考というか思想というか、うんうん、っていうのを吸収できる本かなっていう感じですね。それはキャンプ時に読んで野球人生に影響を与えたんですか？与えたというかね、なんかやっぱ野球動向っていうのもありますけど、人って許すのってすっごい難しいことだと思うんですよ。失敗のスポーツなんですよ野球って、うん、10回打席に入って3回打てば一流だと言われる、うん、7回は失敗、そこをいかにこう許すじゃないですけど追い込まないかというかね、自分をね考え込まないかとか、言い方悪いですけどうまく逃がすかというところっていうには確かに繋がったかなと思うんですけど、もともと僕は言うても10割にしたいでしょっていう、できるんであれば、それはそう、そこで
まあ、キャンプ中に言葉に出てきましたけど、許しと自分を逃がすってすっごい似てるようで違うじゃん、うん、そこを考えさせられたのはすごく大きかったかなって今は思いますね。なるほどね。当時なんかこれ読んだからすごい変わったわとかっていうのはなかった正直、うん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 、けど今思えばあの時にテーマが許すことっていうことを深く考えたことはすごく良かったことかなと思う。ニーチェは入ってこない？ニーチェはね難しかったの正直言って。だから理解できる章と理解できない章があった正直。自分なりに解釈はしてたけどその解釈が合ってるかもわかんないし、ニーチェのツアーラトゥーストラ書く語りきって本なんだけど、それのこう解説を読んだりもしてやったけど、うん、全部が全部理解するのが難しすぎた。神の声、神の中身はどんな感じなの？中身はもう、もう、もうほんとずっとこんな感じですよ。あー文字ちっちゃいね。あーページ数も結構あるね。ちょっと俺無理かもしれない。確かに読むのに体力いるかも。なるほどね。結構エネルギー使って、うん、エネルギー使う。なんかこう感情移入すると心がえぐられるような気持ちにすごいなるから。どういう人に読んでほしい？そうだな、やっぱり自分に行き詰まってる人かな。どうしたらいいか分かんないっていう感情を持ってる人とか、もちろん答えてないと思うんですよ。許すとはどういうことかみたいな、うん、自分なりにこの本を読んで許すっていうのはどういうことなのかっていうのを解釈していただいていただくとちょっと前に進めるんじゃないかなっていうのは思います。番外編、番外編ね、うん、これあの愛が今日カメラマンやってる最大の理由がこの本ですから。どういうこと？ないんだよ。あの物はないです。ないの、うん、探したけどなかった。うん、いやこれはねおーって言うよ俺が。うん、言うよ。言わない気がするわ。言わない気がする。これはね星新一の全然言わねえじゃん。嘘。星新一のどこかの事件っていう本。ちょっとわかんない。星新一はわかる？わかるよ。わかるでしょ。愛が星新一って面白いよって教えてくれたの。ああそうかも。それはあるかも。そうでしょ、うん、多分ね小学校5、6年だと思うんだよね。学級文庫にあったんだよ。その学級文庫の棚の前で喋ってたの。星新一っていうのも結構俺好きなんだよみたいな。へえ。言ったのよ。当時は読んだでしょ。星新一好きだったでしょ。なんか内容も結構わかりやすかったし本自体が結構薄いんだよね。そう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 、結構すぐ読めちゃう。1話1話が短いんだよね。そう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 。その中に出てくるカードっていう話だったかな。俺の中ではすごい印象的でカードっていう話があるんです。うん。嘘そうだなこれも。どういう話なの？あのねそれはねそれはねそれはね、あのね、忘れた。何を持ってきたの？それ持ってきてもないし。愛に超本紹介されたんだよねっていう話。そう。でも星新一は面白い。俺好きなの。全然人生に影響を与えてない。全然内容覚えてない。それは間違いない。前に読んだ本だからね。違う、これ本は C が言い始めたんだよこの企画。そうだっけ？多分そうだよ。そうだよ。視聴者さんも本好きな人が見てくれてたらすごい申し訳ない。申し訳ない。啓発系とか名言とか世界遺産集みたいなとか写真のね、うん、とかっていうのはあってどうかなと思ってで避けたの。避けた。避けた結果。結果これよ。内容わかんないやつ持ってきちゃう。あ、じゃあ実際は結構啓発系とか読む読む。読む。まあまあじゃないやつ持ってきちゃったからそれでよかった。それかもしれない。じゃあ今回はなんだタイトル。タイトル何の、ね、内容忘れちゃったけどなんかたくさんある本から持ってきてって言われて手に取った本。ベスト3。どちらかというとあれですね、自分の人生の中でターニングポイントとなるときに読んでた本だから印象は強いんだ。そうそうそう。でも今内容は覚えてない。覚えてない。でも最後まで読めたと思う。全部読んでる、もちろん、うん、面白くないやつって読めないじゃん、最後まで、うん、逆にじゃあもうこれも全部読み返してる。あちゃんとそうだね、うん、それちょっときついな。きついかい。だって内容、大体の内容分かっちゃってるからさ。
どうやって締めたらいいか分かんないですけども、せっかく本の動画出したんで、おすすめの本コメント欄でちょっと紹介してほしいですね。そうだね、前向きになれる本。あ、じゃあなんか面白いからさ、ツイッターとかで募集して、うん、その中からランダムで1冊2冊読んでみて、うん、それを動画にしよう。いいね、うん、そうだね、それいいね。でもやめてよ、内容忘れてるんだけどみたいな冒頭で入るんだ。いや、それはあってちゃんとだって直後だから大丈夫です。大丈夫。はい、じゃあということで今回は、人生のターニングポイントの 中で読んでた本の紹介でした。たまたま手に持ってきた本。違う、ちゃんと選んでそれは。でもちゃんと占いで持ってんだよ。まあ確かにね。全部持ってんだよ。確かにそれを捨てないし、うん、少しでもジェーン・オースティン、イルマーレ、神の声は、イルマーレ入ってますよ。スヌーピー、星新一さん、いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、そして通知ボタンも押してください。ということでコメント欄で募集してますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ごきげんよう。With frogs, cold night and the winter heart cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes.